どうも皆さん、こんにちは。ワトーソンでございます。それでは、本日から始める新実況シリーズ、やっていくゲームはこちらの、エゴ・イン・ア・コマ・自我状態昏睡というゲームになります。正直ゲーム名は合ってるかわかりません。というわけで、早速始めていきましょう。ニューゲーム。で、このゲーム、ちょっとね、暴力的な表現とか性的表現が多いらしいので、苦手な方はご注意ください。自我の存在が薄れてしまった世界。ある日、不眠症の者は強力な睡眠薬をもらう。というところからスタートですが、操作方法はポーズメニューが確認できますと。はいはい、ありがとう。で、あ、これで動けるね。この今、扉の前にいる青い髪の女の人、女の人なのかな？なんかタイトル画面は女だったから。が私ですね。で、どっち行けばいいの？ハビングはヒュージセール。はぁ、アルコール酸化。やる気十分。なんかちょっと間違った日本語感するね。安全第一。そんなところで安全第一するんだ。なせばなる。夜漬け。しっぽり。バーチャル神社。虚無。なんだこの間違った日本語感は。エコプラネット。ファッションセンター。島町。島村じゃなくて島町なんだね。そこら辺ちょっとなんか改変してるね。お、なんだこれ。半々麺。チャーハン。幻想茶。キノコ汁。ははは。飛行飴とかなんかあるわ。寿司もあるわ。で、何だ？鹿肉麺。はぁ、あ。スマイル、プリフア。それいいの？なんか、なんだろうな、変なネタがいっぱいあるな。あ？あれ？こっちから先行けない。自我喪失。迷子、エゴって書いてある。あれ？どこ行くんだこれ。あれ？こっち行けるなった。あ、でも止められた。なんか、人が来て止められるんだよな。じゃあ行ってみよう。なんかもう止まらず進んでみよう。あ、行けた行けた。なんだ？あー、いや、戻される。なんでだ？なんでだ？なんでだ？なんか戻される。え、なんで？あ、前後不覚自我喪失、そういうこと？右と左逆転するとかそういうこと？あ、もうよくわかんねえわ。もういいわ、もう。で、コンビニ24、酒、喫煙。酒はわかるけど、喫煙ってなんだ、タバコじゃないのか。あ、エゴ、インヤコマ。やっと進んだ感じするわ。なんだあれ、エゴ、秘密かな。オープン。もしかしてここ入るとか？あ、違いますね。で、急に BGM 鳴り合いましたね。ん？光っているドアには入れます。はぁ、あ。光っているドア。光っているドアってどれだ？これ？違うよな。光っているってあのアパートみたいなところのドア？あ、だね。あ、そういう光ってるんだね。めっちゃなんかもうフラッシュを焚いてんじゃん。全然わかんなかったわ。じゃあ入りましょう。おそらく自宅？お、帰ってきた。すげえ家だな。これがあれか？睡眠薬かな？はあ。おー、なんか、寝るときは、下着タイプなのか。リアルシットイッツベストタイム。なんだあれ。あ、お風呂に入るのね。すごいタトゥーだな。はぁ、あ。これタイトル画面だね。で、何やらこの睡眠薬を飲んで起きれなくなったみたいなんだよね。ストーリー的には。で、なんか夢の世界に行ってそっからどうなるのかみたいな感じらしいです。さあ、こっから本編開始っていう感じかな。おー、生ってなんだ、目で生って。さあ、こっから開始。何こいつ。ラン、逃げて。ハン。あ、あーはー、そういうことね。逃げる。いっと。武器を見つけなくては。たまに支えることになります。これは、進める上でのヒントになります。体力、ヘルス。あ。ヘルスなんだ。ほうほうほう。なるほどね。で、W でジャンプだね。ほうほうほう。You can do it. 逃げて、諦めないで。ははは。やべえ世界だな、これ。おう、車が浮いた。バックトゥフューチャー。あ。回避にはクールダウンが必要です。現在の動き。ははは。オッケーオッケー。すげえ、なんか、おぉ。スタイリッシュな音楽流れたぞ。おりゃ。は、全員探して殺すべきだろう。
なにこれ、おいしょー、はぁ、あ、はぁ、あ、なんか衝撃波出てんのか、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、やべ、うい、うわ、回避が、あ、回避がこういう感じね。よし、よっしゃ、肉塊にしちゃったぜ。え、なにこれ、楽しいかも意外と、うい、あぶねえ、ほんとに。オーケー、オーケー、オーケー、おらおらおら。で、このゲームね、言い忘れたけど、無料なんでね、もし気になった方いたら、やってみてください。はい。な、このシフトフェーズみたいなダッシュいいな。よいしょ。おりゃ、おりゃ、おりゃ、オッケー。これで、ムーブフォワード、前に進め。前に進めてさ。ははははは。いいね。まだいるのか。うわ、空中でもとやれるのか。何その攻撃。あぶねえ。ほ、ほ、ほ。何その連続攻撃。上にもいんのか、じゃ。ほ、ほ。車だ。ああ、そっち行けないんだね。よいしょ。Kill them all。ここでも行けないんだよな。まだ全員倒せてない。あ、ここか。俺ら。よし。この世界から抜け出せるだろうか。あ、これで進んだね。さあ、この夢の世界から出れるのか。なんか、若干さ、デビルメイクライっぽさあるよね。イエロークリスタル。あぶね、あぶね。よし。見えてなかった。で、上にもいるな。いいね、こういうの。ドットゲームだけど、楽しいよ。あぶねえ。ギリギリ。おわ、あぶね。体力って今どの辺なんだ?なんかよくわかんねえな。あぶね。なんか独特の世界観だな、ほんとに。よし。で、一応なんか武器切り替えもあったからさ。これ、この刀以外の武器も手に入るんだろうね。よし。危ない危ない。で、おいしょ、おいしょ。あ、すごいこいつ。おい。で、はい、はい、はい。で、どこ行けばいいやと。高く登らなくては。はあ、上行けっと。おい、おい。高く登らなくては。上、うん?あ、そういうことね。車こっち来んのね。よいしょ。よいしょ。あー、がー、くっそ。ほ、ほ、ほ、オッケー。ここに入れるね。よし。で、何この本当、やばい世界は。ボス。あ、やべ、めっちゃ音楽かっこいい。あぶれ。よし。回避には、よいしょ。時間があって、銃持ちね、オッケー。よいしょ。やべ、いてて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 。やべやべ。よいしょ。痛い痛い痛い、待って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 。よいしょ。オッケーオッケー。切って切って、ダッシュ。避けて。切って、切って、ダッシュ。はい、切って、切って。お。あれ?主人公も倒れた。お?なんで5パーって。え?え?倒せてないの?よね、多分倒せないよね。で、武器切り替わったぞ。別の武器を手に入れました。はぁはぁはぁ。で、Q で切り替えね。なにこれもう。槍になった。しかもなんかもう、で、なんだろう。あっぶねえ。なんか、魔界村っぽい雰囲気だな。槍か。どっちがいいんだろう。ほ、ほ。あ、落ちてった、落ちてった、落ちんの、落ちないのかい、お前は。くっ、よし。ええ。なんだ。どっちの方がいいんだろう、武器としては。なにこの気持ち悪い世界。さっきまで人だったのにさ、もう異形の存在じゃん。行って、地味に食らったわ。太っちょ、太っちょ。地面に潜った。汚いな、それは。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あぶねえ。ちゃんとこれね、押し込まないと回避発生しないんだよね。当たり前だけど。よしよしよし。この世界から抜け出せるか、だろうかっていうのは変わんないんじゃない?なんかすごいネオンというかさ、装飾がおしゃれだよね。昔の、これメドゥーサだね。顔も、いや、メドゥーサには、あ、これメドゥーサで、こっちがペルセウスかな。
濃いな、なんか。昔の神話をモチーフにした、ああ、危ねえ。ライティングというか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。危ねえ。何が腰曲がった沖縄。あ、やべえ、もうライトだ。もうやばい。もうイエローゲージだ。万人に生贄を捧げなくては。生贄とは。生贄？どっか生贄いたの？何、何、何、この世界。不気味すぎるでしょ。生贄？あ、下行けたわ。よいしょ。あー、はははよいしょ、よいしょ、よいしょ。攻撃の予備動作が。全然攻撃してこないわ。何それ。いけねえってここにいんのかじゃ。よいしょ。危ねえ、今のはギリ回避。よし。あ、でも体力回復してんな。時間回復か、それとも敵を倒した数か。わかんねえな、その辺。よいしょ。危ねえ、危ねえ。で、この世界は本当に何なんだろう。まあ、夢の世界ってこういうおかしなとこはあるけどさ。よし。ブーチ殺してくれるわ。おっきゃー、危ねえ。どこまで行けばいいのかな、危ねえ。攻撃キャンセルするんじゃないよ。回避無駄打ちしてないか。よし。いや、食らったわ、もう。あ、でも倒したら回復したな、今。やっぱ敵を倒すと回復するのか。あれが生贄？すげえ首吊りしたやるけど、リアルな。ん？万人のところに戻らなくては。え、もういいの？なんでそのチェーンが動く動きだけはリアルなんだよ。若干のなんかしっかりとした感性働いてるぞ。うわ、またボス。あ、キモい。うわ、動物の集合体みたいなのが出た。よいしょ。な、攻撃方法はなんかあんなデカブツ買わねえな。えい、相手、食らうか。ま、中ボスって感じだろうな、おそらく。あ、消えたし、あ？あ、弱っ。なに、めっちゃなんかいい感じのボスムービー流れたと思ったらめちゃくちゃ弱いじゃねえか。まあいいや、戻ろ。よーし、なぜか知らんけど、生贄集めたわけじゃないけど、生贄持ってきましたよ。あ？あ、お前動くんかーい。あ、やぶねえ。よいしょ。あれ？こっから攻撃すれば。あいつ、こっち気づいてないから永遠に、あ、いけるな。あ、パターン入ったね。あ、これパターン入りましたわ。よいしょ。うわぁ。ごめん、こんな勝ち方して。はい、終わりでーす。お疲れ様でした。この世界から抜け出せるか。はい、いいボタン。なんか彼岸花。うわぁ、ボス？うわ、怖い。え？うわ、またボスかい。殺さなくては。やべえ、天使か悪魔かよくわかんねえな。おぉ、おら、おら。音楽かっこいいんだよな、いちいち。んでもこいつもなんか、ああ、攻撃してこないと思ったら違う、するわ。よいしょ。危ねえ、なんだその攻撃。あ、痛えな、ほんとに。あれ、でもなんか、強くないと思ったらパターン変えてな、攻撃の。よいしょ。いや、でも強くねえな。強くねえな、お前も。ご了承なのかな。なんか、チェーンソーみたいな落としたぞ。14%。何が 15%? あ、100% になったわ。ロードか。よくわかんない世界。ミロのヴィーナス？この世界から抜け出せるのか。あ、武器変わった。火炎放射かい。ずいぶんなんか地味な武器出た。さっきのなんか派手なエフェクトの刀とか槍とは違うな。で？扉が3つか。はい。というわけで、ちょっとこの回、この辺で終わろうか。まあ短いけどね、結構。まあこんなゲームですよっていう、大体は分かったかな。次回からはね、ちゃんと攻略進めていこうか。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。